はいどうも皆さんこんにちは、新たです。新たのダンススクールやってまいりました。やということです。さあ今回ですね、こちらえないぷんからですね、ティザー映像が出てきてますということで、今回はメンバー全員分見ていきたいと思います。こちらのリアクションを撮っていきましょう。収録ボタンをファイト。さあそれでは行ってみましょう。まずはソヌくんからですかね。レッツラゴー。悪いぞ、悪すぎる。ヒスンくん、わあ悪すぎる。次は、出てこないから一回2個戻って、2個戻って、エナイプン、ジェイク。わぁ。わぁ。似合うな。カーニバルやばいんじゃないですか、これちょっと。ソンフくん。うえうわー、かっこいい。ローリングストーンですかね。僕なんとなく分かってきた気がするんですよ、エナイプンというチームのコンセプトが。ジョモくん、わー、パンクですね。もうこれは来た。そしてニキボーイ、うえーい、えぐい。うわー、熱い熱い熱い。スタイリング神ですな。ちょっとどなたも。はい、で、あとはジェイクくんかな。おー、なんかキッチンですね。最後にちょっと全体見ましょう。めちゃくちゃおしゃれですね。世の中におしゃれっていう、なんだろう、ジャンルって本当にたくさんあると思うんですけれども、僕そのティザー何個かやっぱ見てたりとかして、あとはその過去のやつもう一回見たりとかした思うして思ったんですけど、ちょっと過去のファッションとかテイストっていうものを今風に取り込んで新しくこうカルチャーとして作っていこうとしてるのが、おそらくこのエナイプンっていうチームなんですよね。コンセプトがすっ
ごいしっかりしているなというふうに思っていて、一番最初の、なんなん、なん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 ってやつあるじゃないですか。あの感じとか、ちょっと、館っぽい雰囲気があって、国的にもアジア圏じゃないんですよね。完全にその古い、洋館みたいなところとか、まあ、その、施設っていうところだったり、あと、お召し物、お洋服とかもそうなんですけども、ちょっとその、1920年代とか30年代ぐらいから始まったヨーロッパとか、まあ、あとはアメリカとか、欧米諸国での、カルチャーというもの、古い、ちょっと、ゾッとするような、フィーリングというものを取り入れているんだなっていうところは気がしていて、で、今回のこのボーダーっていうカーニバルですかね、のコンセプトフィルムっていうところも音楽が全部ジャーンジャーンっていう風に結構ロック調、ロックの中でももっともっと重たい雰囲気を出していくパンクっていう領域なのかなっていう風に思っていて、で、ちょっとドクロとか出てくるじゃないですか。あのあたりのテイストっていうものも、例えばですけど、バンティーってあるじゃないですか。バンド T シャツとか、あとはそのメタルっていうジャンルがあって、手に鎖がついてたりとか、結構大きめのごついものをつけていくと。で、あのあたりって、その音楽的に明るくてウキウキしたものを取り入れたカルチャーというよりかは、ちょっとこう闇深い部分みたいなところを歌にしていくというか、なんかそっち系紫色の世界作っていくっていう感じがするんですよね。僕の中で黄色とか緑芝生っていうのは多分ほぼ出てこないなというふうに思っていて、そっちの路線をアイドルというカルチャーとこう掛け合わせていく、ミックスさせて新しいコンセプトを作り上げていくっていうところが今回多分エナイプンのやろうとしているところなんだろうなっていうふうに思うので、かなりアイドルが好きっていう人たちだけじゃなくて音楽好きに刺さるんじゃないかなっていうふうに思ってるコンセプトです。だからコンセプト考えてる人が多分そういうカルチャーもすごく好きなんじゃないかなっていうふうに思ってて、そっちのカルチャーのおしゃれさっていうのもあるんですよね。これがまたいろんな音楽のジャンルがある中でそれぞれにやっぱりかっこよさっていうものがあると思っていて、パンクっていうもののかっこよさを取り入れてるっていうのが僕の中ではこれすごいいいところに目つけてるなというか、かっけえぞと。だからこれからもおそらくですけど、エナイプンの方たち荒ぶってくるときにはパンク調な荒ぶり方をするんじゃないかなっていうのが想像できると言いますか。例えばですけども、ダメージジーンズ、結構ダメージ入ってジージャンとかスカジャンとか、そっちのテイストがメインでこうこれから見えてくるのかなっていう気はしますよね。ちょっとごつめの、リングつけてみたりとか、さすがになんでしょうね、ゴリゴリに鼻にピアス開けるとかないと思うんですけれども、ただそういう方向路線もいけるんですよっていうのが多分ここら辺かなっていう。だからあんまりこう日本のカルチャーとか韓国のカルチャーっていうもので進んでいくよりかは、海外のそういうちょっとまた変わった雰囲気の王道っていうところでも少しまた違うところからエッセンスを取りに行くチームなんだろうなっていうところもあるので、これちょっと楽しみですね。に王道にかっこいい方たちがそういうことをやるとどうなるかっていう、化学反応みたいなところがエナイプンだと思うので、これはね期待していきたい。僕はめちゃめちゃそういうロックとかも好きなので、かっこいいなっていう風に思ってます。エナイプンすごいと思う。センスオブセンスですね、これね。はい、というところで現場からは以上になります。これ、いつカムバックするんですっけ？はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。よいしょ、せい。